どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさんでございます。こんにちは。今日は見てください、リハーサルスタジオに来ましたよ、うん、はい、何を隠そうですね、はい、もう8月に入っちゃいましたんで、うん、8月の2022年の8月の18日は、ガズレレライブショー2022ツアー、今年ツアーの第1回目、うん、仙台でございます。仙台がもうちょっとなんですよ、はい、ということでですね、もうそろそろこう本格的な練習しようかということでですね、うん、家ではねよく練習してんだけど、ね、あのちゃんとこう今日はだからこう見て、そうちゃんと音響を通してですね、これでちょっと練習していこうということで、今日スタジオから、これ収録しております。皆さん、はい、ガズレレのねイベントなんですけど、まずはだからちょっと今日はちょ仙台第1回目というお知らせをちょっとね、特にお伝えしようと思って、特にね、うん、でもう一発目だから僕たちもちょっと ね、あのかなりねこうワクワクとね、そうね、なんかこうどうなるかね、ドキドキと緊張、2年ぶりだからね、あんまり緊張はしないんだけどね、まあすごく楽しみ、緊張しないよね、私絶対緊張する、そう、僕はあんまり緊張しないんだけど、まあまああの楽しもうかなというんで、でもやっぱりさ、あのこういうところで慣れとかないとね、うん、はい、あのライブっていうかイベントも久しぶりだからね、うん、ちょっと声もね張っていこうかなと思って、今日はスタジオでこれから練習していこうと思います。ちょっと後でね、ワンフレーズあの練習の模様をお届けしようと思うんですけど、はい、そんなわけで一応あのちょっとあのこれね、ガズレレライブショー2022年のツアーなんですけど、8月18日仙台、はい、皆さんあの牛タンとかね美味しいもの食べるツアーとご一緒に、うん、あのもちろん仙台の方とか東北の方も来てほしいけれども、ね、全国から、仙台、うん、夏休み中ですから ね、来ていただくのいかがかなと思って、今日ね、これお伝えさせていただいております。でその次ね、9月の2日名古屋なんです。名古屋はねこの G ラボウクレレの本拠地名古屋なんですよ、はい、なんとお膝元なんで、はい、もうできる限りフルなラインナップで、うん、ウクレレの思想もねできるようにしていこうかなとかね、うん、思ってます。9月の9日と10月21日の東京大阪はソールドアウト、楽しみだ、ありがとうございます、はい、もうほんとね、その後結構先ですけどね、うん、11月2日横浜も待ってますよということで、はい、5か所にわたる2022年のツアーなんですけど、うん、まあまあその間もこうやってちょっとね、なんていうのかな、スタジオとか入ってね、ちょっと慣れてないからハニーはそういうのですね、そうそう、なんでまあやっていこうかなというふうに思ってます、はい、ひとまずまあスタジオからちょっと練習今からするんだけど、うん、ちょっとこの後ワンフレーズ、はい、練習の成果を見せていきたいなと思ってはい、でイベントではもう必ずやる曲決めてます、うん、ガズレレソングという、うん、僕が作ったガズレレの曲、なんていうの、効果みたいなのがあるんですよ、はい、皆さんもしご存じない方、ここにね以前やったねあの動画貼っとくんで、これ超簡単入門コードで映りできる曲だから、うん、それは現場にねライブの当日ウクレレ皆さん持ってきてください、もう持ってきてもらってこう一緒にセッションするっていうのが、やっぱ大事でございましてですね、声はちょっとまあ心の中でも大合唱してもらうということで、うん、ぜひぜひそうやって参加型のイベントだからやっぱりガズレレって、うんうん、あとライブの内容はですね、まあガズのもう本当に本気のライブとか夫婦でセッション再現したりとかもするけれども、もうトークとか織り交ぜてガズめちゃめちゃいい話もするしね、うん、あとはね Q&A とか皆さんの質問を聞いたりだとか抽選会とかです、もう盛りだこさんの内容になってますから、はい、すごい今回ガズレレのこと全然知らない方でも絶対楽しめるようなイベントというふうに、そうだね、作っておりますので、うん、ちょっと一人で不安だなとか一人で行っても大丈夫かなという方安心してください、うん、お一人様全然大歓迎で いっぱいいますよ、お一人様も、うん、なんで大丈夫かというとガズがいるからハニーさんがいるから大丈夫でございます、うん、はい、でライブハウスでちょっと怖いとか行ったことないから大丈夫かなと思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、ね、今回選んでるライブハウスは本当におしゃれなカフェみたいな素敵なスペースで、うん、ゆとり持ったこう着席で見ていただける、ところになってますんで、うん、その辺もご安心ください、はい、本当にねゆったり落ち着いた素晴らしい時間になること間違いなしでございます、うん、はい、その、5か所のツアーのうちの8月18日第1発目がもうすぐだということで、はい、まあもうちょっとこの辺のことについてもね、うん、引き続きあと CD もねこの間もお伝えしたけど、ね、CD も持っていく予定にしてます。いろんなグッズもね、はい、T シャツとかあるんでね、うん、お楽しみにしておいてください、はい、じゃあこの後演奏動画もちょっとご覧になってください、はい、さよなら。はい、そういうわけでねちょっと今練習ちょっとしてたんですけど、なかなかやっぱね立ってやるっていう時点でちょっと難しいし、なんかねマイクがあるってマイクに歌うってやっぱ普段みんなもないと思うけど、僕はその昔自分でも音楽やってたんで、まあその感覚を取り戻してる感じだったし、ハニーさんはね本当に今からわーって感じで、まあ、ちょっと、ね、やってみたんだけど、まあやっぱ全然ね
こうやってやると違う。まずちょっとね、8月18日まで何回かね、俺たちも楽しんで練習っていうかね、はい、あのこうモチベーション上げていくぜって感じなんです。うん、でさっきも言ったんですけど、今からそのガズレレイベントには欠かせない曲、ガズレレソングという曲をですね、ワンコーラスちょっと1番までやってみようかなというふうにも、せっかくのね、リハーサルですから。はい。じゃあ聴いてください。ガズレレソングやって、いきなり夫婦でセッションになっちゃった。そうだね。やってみる。いきます。ワン、ツー。ガズレレソン。とかマイクとかいろいろ通すと雰囲気が変わるんだけど、結構掴めてきて、掴めてきて、はいはい、こんな感じでさらにね、あの本番までにすごいことになってるというふうに思ってますんで、ぜひ皆さんイベント来てね。まず8月18日の仙台ですよ、はい、皆さん、はい、ずらずらとここに書いておきますけれども、はい、重ね重ねですけど、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ、さよなら。